こんにちは。カプコンの VFX アーティスト、長野まです。本日はよろしくお願いいたします。本映像では、モンスターハンターライズおよびモンスターハンターライズサンブレイクのエフェクトを解説します。では、始めていきます。まずは、エフェクト制作時の共通認識についてお話しします。モンスターハンターライズ、モンスターハンターライズサンブレイクは、 それぞれ10名以上のエフェクトアーティストが関わっている大型タイトルです。担当者が違っていてもエフェクトに統一感が出るよう一定のルールを設けて制作を行っています。モンスターのエフェクトを制作する際は、モンスターのデザインや生態、ゲーム性を踏まえた上で、エフェクトが自然に発生する設定を考え、リアリティを意識して制作します。今映っている陣容画は、 モンスターハンターポータブル 3rd で初登場したモンスターですが、モンスターハンターライズでエフェクトを制作する際に来光中の動き方を見直しました。人ーガと来光中は強制関係にあるので、人ーガの呼びかけに反応して近づいたり、歩行中人ーガの近くを飛び回ったりします。機械的な動きにならないよう注意して制作しています。エフェクトには、 ゲーム的なルールを知らせる役割もあります。この映像で見てわかる通り、ゲームとして必要になる攻撃判定に合わせてエフェクトをつけています。属性や攻撃範囲、技の威力をエフェクトで表現し、攻撃が当たった際の納得度や、避けられるかどうかの緊張感が出るよう意識して制作しています。次に、エフェクトの制作環境についてお話しします。 カプコンでの一般的なエフェクト制作では RE エンジンに搭載されているエフェクト専用ツールを使用します。キャラクターの動きやライトの影響などを考慮しながら制作する必要があるため、専用の調整ステージ上で制作を行います。テクスチャーや 3D モデル制作に関しては特に決まりはなく、各アーティストが使いやすいツールで制作しています。また カプコンタイトルで使用可能なライブラリーが整備されており基本的なテクスチャーは社内で共有されていますこちらはシェルツールの動画ですシェルとはいわゆる弾のことでシェルツールではエフェクトエディターで作ったエフェクトを組み合わせてモンスターが発射する炎のブレスや火球を作りますゲームデザイナーが設定した攻撃判定に合わせてエフェクトを配置調整します 今回のイベント用に簡単にシェルを作れるよう調整したものを用意しています。この後ぜひ体験コーナーで触ってみてください。こちらは先ほど見ていただいた人用ガの来光地を制御するために新しく実装したアトラクターです。人用ガに引き寄せられたり、周囲を群れで飛ぶ動きを作るために新しく機能を実装してもらいました。単にパーティクルを引き寄せるだけでなく、 虫としての生態が感じられる自然な動き方になるような制御項目がありますまた制御のしやすさや処理負荷軽減のために可能な限りシンプルな構造になっていますこのようにエフェクト制作を進める上で必要な機能があればテクニカルアーティストに協力を仰ぎつつ使用をまとめてエンジンプログラマーと相談し機能実装を行っています新しく実装された機能は 開発中の全カプコンでは多数のタイトル開発が進行中で各タイトルからの要望を受けて随時新しい機能が実装されていますので RE エンジンの表現力は日々進化しています最後にメルゼナのエフェクト制作についてのお話ですこちらはモンスターハンターライズサンブレイクのメインモンスターメルゼナのエフェクトですメルゼナは開発が終了する1年以上の前の時点で 一通り遊べるところまでできていましたが、今作のメインモンスターとしてふさわしいレベルまでブラッシュアップするため、開発終盤まで作り込みを行いました。動画はメルゼナの流炎爆破ですが、左が初期のもの、右がリリース時のものです。キャラクター性やボリューム感など、イメージが大きく変わっているのがわかると思います。開発当初、メルゼナは攻撃は非属性で、 エフェクトも火のイメージで制作していましたがキャラクター性を強調するため流属性に変わりました流属性のイメージカラーはシリーズを通じて赤と黒ですがミレゼナはいろいろなステージで登場することもあり赤色の比率や輝度の数値などかなり時間をかけて調整を行っていますまた傾斜の多いステージでも攻撃判定が分かりやすくなるよう岩を混ぜたビジュアルになりました 地面に打ち込んででエネルギーーが爆発すするイメージで制作していま企画的な要望とエフェクトの絵的な納得度が折り合うまで何度も話し合いを行いました「モンスターハンター・ライズ・サンブレイク」では強制生物キュリアがストーリーの重要な要素になっていますメデゼロの生態にも大きく影響するためキュリアをいくつかのアクションに組み込みましたモチーフになっている 吸血鬼のイメージを印象付けるようなエフェクトになっていると思います。メレザナに限らず、モンスターハンターの各モンスターは、それぞれ長い期間をかけて作られています。ユーザーの皆さんに楽しんでいただければ幸いです。短い時間でしたが、この機会に少しでもゲームエフェクト制作に興味を持っていただけると嬉しいです。